回のタイトルは、歴史が繰り返すとき、6月にリップル XRP の資産価格は 23.80 ドルになるです。ぜひ最後までお付き合いください。エブラグクリプトとアナリストのクリプトブルは、 XRP が6月に 23.80 ドルの価格帯に到達すると予測しています。アナリストは先週の土曜日のツイートでこれを明らかにしました。彼は XRP の週次価格チャートを共有し、 XRP の価格が前回の強気相場の上昇を開始する前と同様の強気のウェッジ継続パターンにあったことを示しています。その結果、彼は XRP が同じ価格行動を繰り返すと考えています。このクリプトブルの分析は仲間のエグラグクリプトによる以前の分析と似ていますが、エグラグクリプトは最初の強気価格スイングの高さを13ドルに設定し、リトレースメント後の2番目のスイングで80ドルを最終目標としています。文脈上、エグラグの分析は月次 XRP チャートにあります。一方、クリプトブルによる2022年8月まで遡る月間チャート価格分析では、次の XRP 強気相場のピークは200ドルに設定されています。最近のレポートで強調されているように、エグラグは現在の下落の勢いにより 1.4 ドルに大幅に反転する前に 0.22 ドルに下がる可能性があると考えています。特にエグラグのモデルは 0.22 ドルに下落する前に 0.60 ドルに上昇すると予測していましたが、この価格変動はまだ起こっていません。現在の価格では XRP は1月1日以来 17.8% 上昇しています。サンティメントは先月、この資産が過小評価されていると指摘し、2022年に耐えた損失を容易に補うことができると主張しました。 XRP は2018年1月4日に 3.84 ドルの史上最高値をつけてから1862日が経過しました。今年の米国証券取引委員会のリップル社に対する訴訟の結果は、価格に大きな影響を与える可能性は高いでしょう。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。